皆さんこんにちは、スタイリストのりんかです。前回購入しましたユニクロ C のアイテムを使いまして、合計13パターンのコーディネートをしてみました。できるだけユニクロのアイテムとのコーディネートを心がけましたので、皆様のご参考になれば幸いです。まず簡単に商品のご紹介をしながらコーディネートをご紹介してまいります。このツイードオーバーサイズジャケットは購入して本当に良かったなと思うアイテムです。内側に内ポケットがついていたりですとか、ボタンが全部開閉できる本セッパっていう本格的なクラシックな仕様になっていて、こちらの方をこういう風に折り返して着ると裏地の黒が出て、とってもジャケットの表情も変わるんでいいですよね。あとこちらのツイードタックワイドパンツの方も購入しました。これもとってもお気に入りです。こちらのセットアップできた、まずコーディネートからご紹介します。こちらはインナーの方にフリルのスタンドカラーのシャツを組み合わせて甘辛コーデにしてみました。こういったクラシックな素材をちょっと甘めに着るっていうのは以前のイネスさんのイメージになっちゃうんですけれども、こちらのツイードジャケットのオーバーサイズの感じと少し甘めなフェミニンなこういうフリルのついたブラウスを着ることで柔らかい女性らしい感じのセットアップのスタイルになっていると思います。私ならではのね、甘辛コーデになるんで、甘辛コーデが好きな方はかっこよく着るのもいいと思いますけれども、こういったフリルのついたブラウスですとか棒ブラウス、ツイードのセットアップに合わせてお召しいただくのもおすすめです。カシミヤクルーネックショートセーター、今回は薄いピンクを購入しました。カシミヤといえどもちょっと薄手になっているのがポイントです。ツイードオーバーサイズジャケットとのコーディネートではボトムの方はワイドトラウザージーンズの白、こちらをコーディネートしました。素材感がツイードですとかカシミヤですとか、あとワイドトラウザージーンズもちょっと柔らかい感じの素材感になっていますよね。ですので秋冬っぽいふんわりした感じの素材感を少し明るめのお色で軽い感じで着こなしてみました。引き締めるためにバッグと靴、こちらは黒を使っています。スムーススフレフレアワンピース、カジュアルな素材なのにとっても綺麗なシルエットですよね。オフタートルのネックと、それからグレーでもこういうふうにつぶつぶっとしたメランジの表情のある素材感で、プリンセスラインの切り替えがとっても綺麗なシルエットになっています。裾の方もこういうカジュアルな仕様になっているので、普段着感覚で着られるワンピースです。今回はツイードオーバーサイズジャケットとのコーディネートをしてみました。ベルトとバッグと靴を黒で、グレーと黒のグラデーションのコーディネートです。靴の方は前回のユニクロ C の秋冬のレースアップブーツを合わせているので少しカジュアルな感じになりますが、お仕事コーデにされる方はタイツとそれから黒のパンプス、それに変えていただけるとそのまま会社でも着ていけるコーデだと思います。タックワイドパンツの黒、こちらをコーディネートしてみました。ツイードオーバーサイズジャケットと合わせてお仕事コーデです。トップスとそれからボトム、これを黒で統一して上からグレーを合わせる、そういう風にすることで内側に愛のラインの縦長効果ができますので、こういった感じのコーディネートはスタイルアップが望めます。こちらはコカのノースリーブのトップスを合わせておりますが、他の黒のトップス、ニットはもちろん T シャツなんかでも大丈夫です。次はダウンクロップドベスト、こちらのコーディネートです。こちらは色番的にはベージュとありましたが、オフホワイトにグレーがかったとっても綺麗な色だなと思って、私はコーディネートしやすいんじゃないかなと思っています。丈が短いながらも内側は綺麗なサテンの裏地が入ってて、ポケットもありますよね。こちらを白のワイドトラウザージーンズとコーディネートしてみました。インナーの方はこちらは最近購入した H&M のオフホワイトのカットソー、
それを合わせていますが、もうちょっとね寒くなってきたら上にニットの長袖のものを合わせて、ニュアンスカラーのオフホワイトっぽい感じのコーデにしたいなと思っています。次はスムーススフレフレアワンピースとコーディネートしてみました。スニーカーコーデにしたかったんですが、靴下を普通のタイプを履いてしまっているので、できれば皆さんはスニーカーソックスですとか、それからグレーのタイツなんかを合わせていただくと、このコーデもっと素敵になると思います。どうしてもね暑かったんでそのままやっちゃいました。白の小物にすることで、とっても全体的に軽い感じのスポーティーな雰囲気に仕上がると思います。次はタックワイドパンツとのコーディネートで、インナーを全部黒にしてメリハリをつけたスタイリングにしてみました。靴をこちらは黒のブーツを合わせておりますが、スニーカーなどに合わせて白を多くしても可愛いとは思います。タックワイドパンツがボリューム感があるので、こういうふうに丈の短いクロップドのタイプのトップス、そういうものがとってもバランスよく着こなせるかなと思います。次はリラックス V ネックセーター、こちらのコーディネートです。この V ネックセーターも購入してお値段以上の見え方をするなと思って、とっても良かったと思っています。 V ネックの空きが小さめで、そして裾の方のゴムの方も結構幅が狭めになっているので、ゆるっとしたコーディネートができます。タックワイドパンツと合わせた感じでは、このように上の方に短めに持ってきて、ワイドパンツのラインを目立たせるのもとってもいいと思いますし、こちらのセーターを長く伸ばして着ることもいいかなと思っています。カジュアルで着るのもいいですが、このようにパンプスなのですっきりと大人っぽく着る着こなしもおすすめです。次はプリーツロングスカートと合わせたコーディネートです。ミディアムグレー、そしてダークグレー、そしてブラックというふうにグレーから黒へのグラデーションコーデになっています。V ネックが小さいので、ミニスカーフでもこのような形で十分カバーができるので、いろんな感じで着こなしができるんじゃないかなと思っています。こういうダーク系のコーディネートってすぐに秋になったらしたいなと思います。次はカシミヤクルーネックニットとツイードのパンツ、これをコーディネートしてみました。コーディネートするときにたまたまですね、数年前に購入した無印のストール、こちらがぴったりのお色だったので、こちらも合わせてみました。今すぐだったらこういうコーディネートにするのもいいですよね。バッグとそれから靴、こちらをブレージュで同じ色目のものを合わせて全体的に明るめに仕上げました。次はカシミヤクルーネックのカーディガンの方、こちらをコーディネートで合わせます。ボタンがね結構大きめで、丈感も短めなので、ベーシックっていうよりもトレンド感のあるタイプです。そしてプリーツロングスカート、こちらをニットをアンサンブルにして王道な感じで着てみました。カーディガンの方はこのような感じの長さになりますので、お腹にちょっとかかるような感じで、少しお腹ぽっこりの方もある程度はカバーできると思います。プリーツロングスカートの方なんですけれども、こちらはしっかりとした感じの生地感で、それで少しだけツヤがある感じなんですが、生地の重さがありますので、このように動いた時に綺麗な感じの揺れ感、歩いた時もこんな感じでとっても綺麗です。次はカシミヤのクルーネックニットとブルーデニムのコーデです。この薄いピンクとそれからデニム、この配色もとっても綺麗なんじゃないかなと思います。この配色を引き立たせるために、靴は白のスニーカーで、バッグは白とそれからベージュのヒョウ柄の大きめのバッグを持っています。休日はねこんな感じでちょっとお出かけとか、それからお買い物に行きたいなと思います。最後のコーディネートは実際にリアルにやってるコーディネートです。トップスをイネスのコットンのシアーシャツ、昨年のものですね、こちらを合わせてブラックのワンカラーコーデにしてみました。
今だったらこういう風にシアーシャツとそれからこのタックワイドパンツ合わせていただくと十分にお召しいただけるので、このタックワイドパンツの素材感、グレーでも黒でもお持ちの方はすぐに着ていただきたいコーディネートです。全体が暗くならないようにバッグはシルバーのザラのものを組み合わせて、あとバングルも存在感のある同じシルバーにして、そして足元は少し甲を肌見せしつつパンプスを合わせてみました。はい、いかがだったでしょうか。今回はユニクロ C のアイテムを使って合計13パターンのコーディネートをしてみました。すぐにできるものもありますので、ぜひ皆さんも参考にして、すぐに買ったらすぐに着て楽しんでいただければ幸いです。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。